Okay, welcome back. Let's continue. いつものさんぽだろうが。ひどく痛むの。ベッドに座らせて。ああ、ごめん、気づかなくて。何よ、そんな。重かった。んな怖い顔しないでくれ。 Yeah, sorry if you can hear my loud neighbors right now. フォローに。待ってないわよ。相撲の選手と一緒にしないで。相撲は力士って言うんだ。選手だな。非常識は有馬くんでしょ。とにかく足。ちょ、何をするのよ。見てみなくちゃわからないだろ。 God, what the hell? Just do that because it's the first time I've seen that. Yasashikashite ne. Oh, itaku shinai de. Nanka geihin. Cho, sonna ni mochi. Nani? Nan demo nai wa. Really? Cho, nani o. Ano na. なにが？死んだんだよ。そうだな。別になんともないわ。痛くないと。じゃあ、痛いか？うん。でも少し。そっか。じゃあ。なるほど。治療のため。何が治療よ？ちょっとひねっただけだ。 捻挫ってほどでもないな。少しマッサージをしてやるよ。ありがとう。でも、なん。そんなこと？お医者さんみたい、有馬くん。昔、親父の野郎に鍛えられてさ。ふん。そん時に身についたらしい色々な知識。歴史学者って。 ずっと家に閉じこもって。ま、そういう人もいるんだろうけど。俺、素敵ね。素敵なもんか。そのおかげで。ミオは違うもんな。私だって、そういうこと学びたかったわ。学校で教えてくれることって、確率的だし、試験に合格。ま、そういう側面も。有馬くんを見ていると、 それは違うぜ。それはそうかもしれないけど。同年代のやつらと触れ合う機会なんて学校以外考えられない。有馬くんってあんまり同級生。そうか。だって部活もなんだか一人で練習に熱中していたし、コンパもなかなか出席して。私も知っていて人生や生活。うん。要はその気持ち。気分が腐るやつは どんな環境でもダメなのさ。何かをしたいっていうその気持ちと実践。学校なんかつまらない、通ったらばかりなるっていうやつもいるよ。そうじゃないわよね。そういうやつらは自分の主体性のなさをやる気になればどんなかんと昔親父の野郎に言われた。自分のやりたいことが見つかって、 それが学校に通いながらできない時は。素敵なお父様ね。どうかな。ま、俺よりもほんの数十年長生きしている。有馬くんって。え？有馬くんって学校。ごめんよ。でもそれ以外のこと学校。へっへっへ。あっち。どうかな。 足。え？だいぶ楽になった。そういう。うん。あとは湿布に包帯。
足首固定で10。なんだよ。なんでもない。あとは包帯を。え、ありがとう。よし、じゃあパ。うん。じゃ、湿布を貼るぜ。あ、何よ。もう一回言ってくれる？絶対、いや。じゃあ次、足首を。できるの？任せろって。とまあ、こんな感じ。あ、すごい。オッケー。じゃあこれで。誰？そう。あ、美月さん。何か話し声が聞こえてくると思ったら。そっか、美月さん。武田先生が来られるまでの。すまない、ちょっと治療のために使わせてもらってる。それは構わないけど。いや、そのさっき海岸の方で何か大きな。いや、全然関係ない。それならいいけど。邪魔ではありませんが。 おい、ミオごめんなさいね。お取り込み中、美月。おい、ミオ。どこかの研究室で取り込む、どこかの助教師よりは。嫌われたわね。嫌いです。おい、ミオ。もう一つ言わせていただければ。どうぞ。出て行っていただけませんか。はっきり言うと邪魔。私は今晩ここの宿直をしているの。だったら裁判所でも。告訴はしないけど。聞きたくありません。やめろって。あなた方を明日の昼に講師室へ呼ぶ。お好きにどうぞ。職員会議にでもない。じゃあどうしようかしら。なあ、やめろって。美月さん、ちょっと話せ。いいわよ。有馬くん。ミオは先にホールへ行っててくれ。すぐに行くよ。だってすぐに行く。分かったわ。I'm surprised they're focusing on her so much on this rap. Mitsuki-san, 頼むよ。売り言葉に買い言葉ね。ごめん。 I mean, not the stuff with like both of them, but like the stuff solo with her. It's kind of weird. 足首を少しひねったんだ。だからエリコ先生を頼ってきたんだけど。誰もいなくてさ。信じるわ。サンクス。でも今後時間外に学校内へ勝手に入る。わかった。心に留め。でも焼けるじゃない。Oh, いい雰囲気だったわね。なんだ。人聞きが悪いわね。聞こえ。いいわ。あなたとの楽しいひとときは。No, she's definitely being inappropriate here. Like, when it doesn't seem to be mutual in this route at all, and she's like laying it on as a teacher. It's none of your business. Goodbye.ほら、もう行きなさい。あ、そうだ。明日の職員。嘘に決まってるでしょ。すまない。じゃ。相変わらず、私は。ここよ。お！なんだその背後霊みたいな。行こうぜ。家ま、一人で帰る。お前な、無理に決ま。無理なわけ。当たり前だ。湿布で足首を固定しただけなんだからな。しょうがないな。ほらって。だから、ほら。いやよ。あのな、じゃあどうやって帰るん。タクシーで帰る。ふん。夜の学校も。ほら、早くしろよ。だって怪我人はおとなしく言う通りにす。
ったわよ。どっこいしょと。ちょ、そんな重いものを。軽くはないぞ。ちょ。なんだよ。お尻を触って。いやて、おい。だって。おんぶってのはこういうもんなんだよ。いやよ、人に見られ。どうもしないだろう。あ、そう、じっとしてろよ。おんぶする方だって楽じゃないんだからな。ちょっと。おんぶなんだ。しょうが。大丈夫なの？うん。重くない？重い。あ、何よ？重いけど、心地。フォローした。何が遅いんだ？男なんだから。それは男女差別だぞ。ねえ。うん？一つ聞いていい？ダメだ。どうせ一条先生と何を話したの？別に彼女とはもう何でもないんだ。君？うん？何でもない。でも意外に。うん。有馬君ってもっとドライな人。俺はドライだよ。感情の起伏がなんてったって親父の野郎がし。本当さ。じゃあ何を思う。そうだな、むしろすぐにこれからのことを考え。ドライね。だろ、うん、だけどさ、もしかしたらあいつ有馬博士が。予感だよ。根拠も何もない。宝を見ていたら急に叫びたくなったぞ。座布団一枚。くす。ねえ。ん？ねえったら。犬みたいに顔をこすりつけるなよ。だって手が塞がっているんですもん。スリスリと鼻水。あ、鼻水。な、でかい声。ふん、すでにこん。おお。開き。みんなにパンツでも見せた。ば、はい、冗談を。焦ってる。なんだかお前。分かってる。なんだ。ねえ。ん？私が以前有馬君。忘れた。ひどいわよ。嘘だよ。一時。いいわよ。確かこうだったな。私の相談にいろいろと乗ってもらえるとお互いにとって。そんなこと言った。うっそ。お互いにとって非常に有益ってところ。何よ。好きだって言ってる。俺はベンジョムシが好きだ。ガブ。いて意味を。今度言ったら両手が塞がってるぜ。頭があるわよ。お前意外にたくましいな。ねえ、もうすぐだからもうちょっと待って。違うわ。じゃあ何。本当に美月さんとは何もないよ。だろ。もうないの。ないよ。本当に本当。本当に本当。信じられないわ。あっそ。怒ったから少しね。どうぞどうぞ。静か。後ろを見ないでね。着いたら起こして。もう着くぜ。だから分かったよ。いいよ、寝たら返事をしろ。やっと。おっ。
Well, my best friends, I'm guessing we're pretty close to the end here. And there should be some kind of big reveal. An end item. We gotta find an item. Because I think we're blocked out of every other way. Ayumi's paper would make sense. Because then we go Ayumi's route and then we find the key card we need for the route. やだって言ったら。ここで寝る。もうやってもらう。いいわよ。裏口は分かっているわよね。そうそう。庭を横切り。窓の下までやってきて。おもむろに窓。それで中へ。お前な。じゃあ抱き上げるから。どこ?よいしょ。 何よ、年寄りみたい。あのな、50キロもある。失礼ね。私、50キロ弱か。40キロ強。平均で40。体重なんて。いや、重要だぞ。俺が年寄りみたいかいなか。何の話よ。ミオの体重の話。違うわよ、もう。確かにどうだっていいな。 何よ。もう帰る。え?もう帰る。当たり前だろ。こんな時だけ正論を言わない。何よ。いてほしいのか?じゃあ帰るから。ちょっと待ってよ。そうよ、ほら。結構不思議なのよ。うんうん。ちょうど辻、ちょっと待ってね。 今出し。おいおい、無理す。有馬くんがせっかく。俺のは応急処置だ。軽くひねっただけとはいえ。じゃ、また明日な。なんちゅう顔してよ。聞く。ミオ、誰かいる?パパ?誰かいるのかね?誰もいないわよ。うん。じゃあ入るぞ。おい。Just hide. Oh my god. I hate how they stretch this stuff out. It's so unnecessary and unrealistic in situations like this. Like this is a 2 second conversation, just jump under the bed. Oh my god. It's annoying. Kills my suspension of disbelief. うるさいけど、それはそれで風情よね。え?何か言ったか? ううん。野良犬の声? まあいい。そうよ、いいのよ。
そういえば、ミオ。お前のことだ。成績や生活態度。ありがとう。どうかな。一つ提案。アメリカンスクールへ編入してみる。どうしたのよ。急にではない。それは少なく。少し私の周りでバタバタしそうなのでね。どうかな。私は。実はもう手続きはしてあるのだ。一週間後アメリカ。そんな。私はまだ日本に。これからは国際的な視野を育てなければならん。国外へ出てこの国を。パパの言いたいことはわかる。何これ。未練とかそういうんじゃないの。また例の遺跡じゃないわ。古代史、歴史学。何を言う。違うのかね。違うわよ。そうか、違ったか。何をしょぼくれた顔をして。こっちを向いていないのに。わかる。わかる。セックスをする前に出してしまった。そんな顔じゃな。なんちゅう例えだ。お前の担任が心配していたぞ。じゃあ言ってくれよ。コード。何？何があったか話してみろ。どうした？言えないような恥ずかしい。そんなこと。では話してみろ。一応お前よりは長生きをしているからな。案外無理にとは言わん。話す気に。学校でムカつく野郎をぶちのめ。うん。理由。ムカついたからだ。そうか。そうだ。お叱りはなしか。何かを言ってほしい。意外だっただけさ。普通の親だ。では言ってやる。タクヤ、あなたは道徳に反。どうだ。ああな。そっか。何を見た。で原因。死ぬのか。うん。死んだ母親か。原因は。ギク。大方片親という境遇をチクチクと責められた。そんなところか。なんでそう。お前が本気で他人を殴るのは最愛の者を冒涜された。殴るのは腹にしろ。顔。ああそうしたよ。そうか。そうだ。どうする。これから。そんなこと。学校へまだ通いたいならいい学園を紹介。わしの友人が経営をしているところでな。Okay. 学園の学長をして。俺みたいな不良取っちゃ。龍蔵寺はそんな強力な男ではない。お前さえよければ口を聞いて。やりたいことはないのか。あるさ。だったらそれをやれ。 What does he want to do? いいか、よく聞け。時の失敗がどうした。失敗から学べ。同じ鉄を踏まなければいいのだ。自分を信じ、自分の生き方を信じろ。諦めずに前へ進めば必ず女神が微笑んでくれる。そんなセリフを真顔で言えるのはあんただけさ。Okay, so this reminds me of the opening with that blonde-haired woman. So, だからこそ真理を諦めずに前へ進め。そうだ。親父、あんたはいつも俺に考えさせる。親父、なんとか。
なんとか言えったら。親父、本当に生きた。まだいるのか。何か大きな音がしたが、いるなら返事をするんだ。なければこのまま入るぞ。入るぞ。そう。なんだ。どうしたんだ。ウレだ。出会え。出会え。おそらく外だ。外をさ、うわ。一気に坂道を駆け、ここまで来れば高台の方も調べるのだ。うわ。ここまで来ればもう。What? Why would she not wake you up if she's gonna leave? So this guy's just gonna right there. Wow. You're actually a long way away. If it's gonna go all the way over here. Huh. Oh. Man, it feels like though we could just give her one of these jewels if that's what she needs. Kinda. What? Oh, that's so stupid. No, she's saying because you didn't come to this meeting. But if you were together, why wouldn't she just wake you up? It's just stupid. So maybe the reporter overheard us? Somebody overheard her. するんですか。こんな無責任。それは
表現の自由ってのはな、きちんと実名。何が匿名の特派員だよ。そんなお言葉ですが、米ウォーターゲート事件は剣はペンよりも強し。結構です。ほらほら、散った散ったんだよ。まったく、ほら歩くリビド。島津さんと何か関係あるのかな。なんだ、勇気か。なあ、ミオ。いえ。なんだよ、ずいぶん。何かご用でしょうか。She's hiding here. He's covering for her, probably. 一体誰が。誰。Maybe. 彼の掲示板ですよ。すまさん。確かに。誰がやったんでしょうね。あんな根も葉もないもの。島津さん。そりゃ。島津さん。なぜだよ。それが原因には違いませんが。そりゃご愁傷様。つまり、こういうことです。落雷はあの会社の責任だ。で、詰まるところ。落雷はミオの。そうは言いません。だってそうだろ。落雷は天才さ。会社側の責任はあるにし、汚職は確かに追及されるべきだろうよ。だが僕らには馬鹿らしくても、そういう風に考える生徒が圧倒的に多いんですよ。島津さんも探す。そうだな。窮地に立たされたこういう時にこそ。おうん。それじゃあ失礼します。なんだ。いえ。Okay, I'm gonna end this one here. Until next time.